ほんでな、LINE の方でな、ちょっとその NHK の防災ニュースシェアして、で、大きい会社は中華人民共和国がヨーロッパで行こうと、中華人民共和国の立場を説明しに行くと、ついに動いてん、局事が。余計なことか、余計な表現使っちゃって、ほんまのことやけどな、おーっていう風にやつを動かしたら、中国の人は変わんない。実は。おーって別に君主って見ちゃうの、もともと。あれは、お辻の辻と同じ。辻って言う。辻を囲んだら国やねん。ええー、と思うかもしれないけど、都市国家のことやねん、国っていう字は。で、まあ、点がついてる。玉。その点の部分が、まあ、東南の方角にもなるんだけど、東南の方角に家がある。座敷があるよ、と。まあ、宮殿を表したいんでしょう。ね。そういう意味で、国になって初めて宮殿がある都市国家。まあ、君主がおるつか、まあ、どうなるのか。そもそも市長がおるとかそういう意味だったんかな、どうなんやろ、まあ、有力者がおるって意味でしょ、そのまま少なくとも。で、そこからまた逆流して意味になって、で、王っていう、辻に過ぎない王っていう字が、君主の意味を持ってしまったよな、要するに。そやけど、まあ、国っていうか王っていう名字ですけど、僕とも地図持っていきまーすって。まあ、玉字が動くっていういい表現の仕方もあるけど、中華人民共和国の地図を持ってヨーロッパに行きまーすって言うのよ。大きな動いた。大きな、だから外省からあっちこっちに中華人民共和国の地図持って行ってるわけやね、実は。で、それが、まあ、中国って国はそういう呪術大事にするから、ね。だから、儒教であれ、そういう道教の部分もめっさ入ってるしね。まあ、疫教やね、どっちかってね。疫教の部分もめっさ入ってるから。これはやっばって習近平焦って、今更大きいやめろと、外省やめてくれって。言わなしゃあないよ。王子という名字を外省につけたらあかんって。やっと満州軍閥系の習近平が気づくわけ。ほな、王毅行かれん。出発しますって言ったときに行かれん。このままじゃ中国人民共和国滅びますぞって。習近平の王毅が言うとも、習近平は、だって、僕の、楽天カードじゃなくて、僕の、中華人民まるで楽天バンクみたいなのがあるけど、そんなんて